公益財団法人日本ハンドボール協会は日本におけるハンドボール協議会を統括し代表する国内協議連盟である略称 JHA1931 年に東京市会がオリンピック東京招致案を可決しハンドボールの実施も考慮されたため1934年に日本陸上協議連盟内に日本総休協会創立準備委員会が 設立された。委員長は、平沼良造。1938年に、日本早急協会が発足され、平沼良三が、初代会長に就任。1942年4月に、長井松蔵が2代目会長に就任。その後、競技団体が、すべて大日本体育会に統括されたため、長井松蔵を部長とする大日本体育会、総球部会となった。 1946年2月に日本総急協会復活準備委員会が結成され、4月に日本総急協会が復活した。9月には3代目会長に四季葉龍三ブローが就任し、10月に公式故障を総急からハンドボールへ変更。1950年に全日本選手権が復活。同年1月に第1回大会が行われた。 1951年10月に行われた第2回、アイホーフ総会で、日本の国際ハンドボール連盟仮加盟が決定。1952年9月15日の第4回アイホーフ総会で、国際ハンドボール連盟加盟が承認された。1954年、全日本総合室内選手権初開催。1957年に女子が7人制に一本化され、 1963年に男子も7人制に一本化された。1965年11月に式場会長が死去し、副会長の鈴木達夫が会長代理を引き受けていたが、1966年12月に理事長高島清の辞任による混乱が起こったため、混乱を収めて軌道に乗せた上で、的確な人物に会長になってもらう責任が私にあるとして、 1967年2月に鈴木が4代目会長に就任。鈴木会長就任時に行われた定例評議委員会全国理事会では、1968年11月にソビエト連邦レニングラードで行われる第4回世界女子7人制世界選手権への参加を決めたが、渡辺和美副会長がスイスでハンスバウマンアイホーフ会長と会談した際に、 出場申し込みが行われていないことが発覚。渡辺副会長は、アイホーフに再調査をお願いしたものの、1967年10月にアイホーフから申し込み書未着と報告された。日本協会の調査によると、障害担当理事がアイホーフへ提出する出場申し込みの書類を発送し忘れていたという。その後日本協会は、 アイホーフに申し込み書を発送したが、1967年11月14日にアイホーフから出場権復活拒否が通達された。この問題から、障害担当の坂井秀蔵常務理事が辞任、その後、鈴木会長も辞意を表明した。1968年1月にアイホーフの行為により、世界選手権出場の承諾を得たが、同大会は、 プラハの春によって中止となった。1969年2月に田村防籍社長の田村正也が5代目会長に就任。全日本教職員ハンドボール連盟が発足し、日本協会へ加盟した。1971年4月に自衛隊連盟が日本協会に加入。1973年1月、前年に日本オリンピック委員会と 日本体育協会が中華人民共和国の承認の方針を発表したため日本協会は台湾との自主的交流は今後行わないが世界選手権、オリンピックなどのアジア予選で台湾との対戦が避けられぬ場合は拒否することはないと発表。1974年にアジアハンドボール連盟が発足したがアイホーフはアジア地域を極東、近東に分ける 事案を主張し、日本協会にアホフの会議に出席する必要はないと通達。1976年1月にアイホーフ代表者も出席したアホフの結成会議で、アジアは一つと決まり、アホフの規約が日本協会に届いた同年6月にアホフへ加盟申請を行った。1977年2月の全国大議員会で、田村会長が 新しい日本協会を建設するため、人気満了を機に会長のポストを辞したいと退任を発表し、林達夫副会長が会長代行に就任。4月7日に新日本製鉄社長の斉藤栄志郎が6代目、会長に就任した。1980年のモスクワ五輪では男子代表が 出場権を手にしていたが、日本政府が大会不参加の意向を JOC に通告。日本協会の荒川清美理事長は、あくまで参加の意向を表明し、男子代表チームメンバーの発表を行っていたが、同年5月11日の日本協会全国理事会で、日本協会としては参加を希望するが、JOC の大勢が不参加の方に傾いた時は、それに従う。 という方針に決定。5月24日に行われた JOC 臨時総会での採決で五輪不参加に一票を投じた。1980年6月に財団法人の設立許可を申請し、1981年3月11日に財団法人日本ハンドボール協会の設立が文部省によって許可された。会長には斉藤英志郎がそのまま就任。 1995年2月の表議委員会で、米倉勲が7代目会長に就任。斉藤前会長は名誉会長となった。1997年に、熊本県で男子世界選手権を開催。2003年3月の臨時全国理事会で、米倉会長が優待の意向を示し、名誉会長に就任。渡辺義秀副会長が8代目会長に就任した。 2007年3月31日付で全日本教職員ハンドボール連盟が大会。2013年4月1日に公益財団法人に認定。2015年6月に日本代表男子の選手8人がナショナルトレーニングセンターの禁煙区域で喫煙したことが発覚し、選手や岩本正文監督のほか、協会の川上健太専務理事ら15人が厳重。 注意処分を受けた。さらに、全国高校選抜大会で、男子準々決勝のスコアを誤り、同大会の決勝戦が中止になったことから、川上専務理事ら4人が厳重注意処分を受けていたことも明らかになった。2016年3月28日に、資源則の副会長が辞任すると、5月14日に、川上健太専務理事が辞任。六月十六日に、 元日本代表監督のガモウ生命氏が副会長県選無理事に就任した。2017年6月24日に行われた協議会で渡辺義秀会長がガモウ生命副会長県選無理事の不適切な会計処理を指摘し、ガモウ氏の解任を提案。ガモウ副会長は解任動議に法的根拠はない。人気満了になっちゃうから騒いでいると話していたが、 第三者委員会の調査で指摘の内容が事実だったことが判明し、同年9月9日に渡辺会長とがもう副会長が辞任。会計処理に関わった事務局長の契約も打ち切られている。その後は、忠弘副会長が会長代行を務め、10月22日に行われた、評議会で審理時27人が選出された。渡辺氏とがもう氏は、 理事候補に入っていた者の,の落選。10月29日に行われた理事会によって枠永製薬の社長である枠永博人氏を会長に選出した。機関士としてハンドボールを発行。2018年1月号で通貫575号を数える。ありがとうございます。